9月後半になってエアコンが必要なくなってくるとですね、隣の荷物部屋と呼んでいる部屋です。これ画面の中ではよくわからないんですが、この画面に映っていないところは、タンスや棚が、あります。こちらの方の部屋にですね、午後になると、まあこの今ジャン君ポンちゃんがいるところが南側の窓になるんですけれども、日が当たるようになります。午前中は東の窓に集まるんですけれども、ちょうど、生配信のね、放送をやっている最中にこちらの方に集まってきます。生配信は、ジャン君とポンちゃんを画面で映しながら、クロケンがおしゃべりをするという形を撮っていますので、カメラはこちらの方に、移動しています。さあ、のんびりとした時間がジャン君とポンちゃんには流れています。2匹でこの窓に集まっているのが可愛かったんですが、ポンちゃんはどっか行ってしまったようですね。ジャン君はどっぷり寝ている感じです。気持ちよさそう。おっと、ジャン君にチュールの差し入れが入ったようですね。ジャン君美味しそうに食べています。おや、元気なもんで食べ終わるとまた寝てしまうんですね。はい、お腹も満たされたし、ジャン君おやすみなさい。はい、ポンちゃん。はい、ポンちゃん。
ジャン君も遊んでおいで。はい。よいしょ、ここ少し開けとこうかね。はい、ジャンク、ジャンクもこれがいいな。はい、そうですね、チョキの、動画、22歳全盲のチョキの動画ですね、のまとめ第6弾というのを、昨日アップしました。今朝かな、あれ昨日かな、もう忘れちゃった、これは、その次をやっているところですね、早くですね、どんどん作らないと、まだ誰も見てくれてません。ほとんど知り合いしか見ておりませんので、頑張ります。そしてこの2人は窓の外が気になるようです。ぽんちゃん、ね、かわいいね、ぽんちゃん、かわいいね、ぽんちゃん、ベロがきれい、ぽんちゃんきれいよ、ベロピンクできれいね、足、肉球かわいい。